皆さんどうもこんにちは、百メル村長もいるアプリ2011やっていきたいなと思います。本日はですね、2月18日からやってきた週刊 FP レベマ企画やっていきたいなと思っております。個人的には結構魅力的な週刊 FP で、トリンコンやエンディディなどなかなか FP に出てこない選手が多くて、初登場も多いので、そこもすごくいいんじゃないかなと思っております。ということで、いつも通りですね、僕の独断点検ではあるんですけど、 S から C までの評価つけていきたいなと思います。あくまでゲーム内での評価っていうのを理解していただいた上で、よかったら最後までご覧ください。では行きましょう、レッツゴー。はい、まずはですね、 B 評価バストーニ選手ですね。はい、今週唯一の金玉搭載でミランとの試合でスーパーゴール決めましたので、サイドバックながらミドルシュートとワンタッチシュート、シュート系スキルが2つ追加されて登場しましたね。まあ、スタミナカーブ8上がりなどとんでもない強化もされているんですが、まあ、ディフェンス系中心にですね、ちょっと能力値物足りないですかね。まあ、ライブアップデートも不安定なので、まあ、マッチデイでの活躍がメインになるんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですね、ベレトゥ選手ですね。はい、ローマで2ゴールということで、しっかり得点能力強化されてますし、ヘディングでのゴールだったのでヘッダーもついてるのがね、なんか現実とリンクしててすごくいいですよね。はい、攻守にバランスのいい B2B で、特にですね、ワンパプラスパス系数値の高さ、ここがですね、大きな特徴なのかなと思っております。まあ、ライブアップデートもいい感じなので、まあ、チャンスあるかなと思いつつ、このタイプならもうちょっと全体的な底上げが欲しかった感は否めないのかなと思います。で、以前のベレトゥと比較すると、丸1、丸2の CS からは間違いなく乗り換えで、丸3もですね、CS なんですけど、なぜか強化の前回えぐいので、まあ、丸3から乗り換えなしですかね。なかなか珍しい同盟比較で面白かったですね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、 A 評価ベジェリン選手ですね。アーセナルからまさかのオーバメアンではなくてベジェリンが登場ということで、まあ、活躍的には全く異論ないんですけど、まあ、全員に無料配布した選手を積極的に出すのはちょっとどうなのかなと思いますけどね。はい、基本的に優秀なサイドバックで、折りのスピード瞬発に、他もですね、大きな欠点がなく安定した能力値ですよね。まあ、ワンパイアドロップ、足裏コントロールのスキルなんかを考慮すると、まあ、サイドバックよりサイドハーフの方がいきそうな感じはしますね。はい、まあ、ただね、やっぱりどうしても全員に無料配布されてるので実質残念枠になってしまってるのがもったいないところですね。はい、で、以前のベジェリンと比較すると、まあ、初めての習慣ってこともあり、さすがに今回が一番でいいのかなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですね、ディエゴ・カルロス選手ですね。はい、セビージャ CS ぶり2回目の登場ということで、アイコンがね、なんかダンスしてるみたいで可愛いんですけど、はい、まずフィジコンね、どうしちゃったの ?FP になって下がっちゃってますからね。はい、弱体化されてるのも気になりつつ、まあ、ディエンス系数値のですね、ジャンプが大幅に上がってますし、シンプルに優秀なセンターバックですよね。まあ、ディエンス系数値はオール95前後で、スピード瞬発も共に80乗ってますし、スキル面の不安もないんですよね。まあ、公安後を考慮すると、さすがに C でガチスカ級はないですけど、とりあえず当たったらレベマにしておいて、ライブアップデートよくなったタイミングで起用、そんな感じでいいんじゃないかなと思っております。で、以前のジエゴ・カルロスと比較すると、まあ、大事な数値中心に上がってますので、これは乗り換え一択ですかね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、同じく評価ギュンドアン選手ですね。現実ではですね、ライブアップで S クラスの活躍をしているギュンドアンなんですけど、まあ、元々の総合値が高い割には強化度かなり良さげで、ボールキープとオフェンスですがトップ強化で6上がりですね。割と一般的なプレメタイプで、足元パス系はかなり安定していて、スキルも良さげですよね。はい、ダブルタッチにワンパスルパなど、特にパス系スキルが死ぬほど優秀ですね。で、あとはですね、まあ、このタイプにしてはディフェンス能力だったりとか、スペシウムフィジカルも最低限ありますので、まあ、大きな穴がない安定したプレイメーカー、そんな印象なのかなと思っております。現実みたいなプレイでいくなら、無印 OMF とかが一番近いかもしれないですね。まあ、後半後も含めてライブアップデートは欲しいので、今回 A 評価にしたんですけど、まあ、現実の活躍見れば高頻度でライブアップデート良くなりそうなので、正直大当たりクラスでいいんじゃないかなとは思ってますね。はい、ということで次行きましょう。はい、 A 評価最後はですね、ベルフハウス選手ですね。個人的には最後まで A プラにするか迷ったんですけど、はい、プレイスタイルクロスターということで希少性抜群の選手ですね。で、それでいて強化でもかなりいい感じで、能力で言うと足元系数値の高さを筆頭に、パスも上手くて得点能力もあって、スピードも今回の強化でしっかり上がってきていて、しかもスキル構成もシュート系パス系中心に優秀スキル多めということで、うん、基本的なスペックすごく高いんですよね。まあ、クロスターということで、アイコニッククロスターベッカム持ってる方で言うとちょっとあれかもしれないですけど、持ってない方であれば FP だったら大体候補ナンバーワンなんじゃないかなと思っております。で、しかもクロサーベッカムとの差別化要素もあって、まずは適正、これ両サイドハーフと両ウィングできますので、クロサーベッカムって左サイドハーフと左ウィングできないんですよね。なので、ここが一つ差別化要素と、あとはスキル追加枠空いてますので、ここにダブルタッチとかスーパーサブ、この辺りがつけられるとより差別化できるんじゃないかなと思っております。まあ、欠点で言うと混乱後だったりとか、あとスタミナがかなり低いので、ここはちょっと気になるかなって感じですかね。ただどうしても一個伝えたいことがあるんですけど、ライブアップデート見てください。なんとですね、 B 以上の確率が 60% で、
で、しかも A が7回あるんですよね。これね、ほぼ B 固定と言っても過言ではないクラスのライブアップデートの良さなので、そこも考慮するとベルファウス相当いいんじゃないかなと思っております。まあ、ただアイコニックベッカも持ってるか持ってないかで価値は大きく変わりそうですね。でプレスタル比較ということで黒沢との比較なんですけど、アイコニックの黒沢ベッカも別格なので、今回はレジェンドベッカも含めて比較してみました。足元系数値はですね、正直ベッカムよりも高いですし、やっぱりですね、得点能力まで持ち合わせるっていうのがね、ベッカムとベルフハウスぐらいなので、そこも考慮すると現役選手のクローサーだと一番強い説もあるかもしれないですかね。まああとはね、やっぱりスキル追加で差別化できたらもっといいかなって感じですかね。はい、ということで次行きましょう。はい、ここからはですね、A プラ評価ということで、まずはアルル選手ですね。はい、迷ったんですけど、ポストプレイヤーの中だとかなり優秀な方だと思ったので、今回は A プラ評価にさせていただきました。まあ、ただもちろんね、ポストプレイヤー苦手な方には微妙な感じにはなってしまうと思うんですけど、今回ですね、なんと7上がりがグラッパ決定力、キック力と3つあるんですよね。はい、スロットだったら大当たりなんですけど、はい、ここの強化でもすごくいいですし、鬼フィジカルに加えて決定力ありますし、グラッパ83のワンパスルーパもちろんですよね。はい、なので、ポストプレイヤーとしての基本性能かなり高いですし、特にですね、スルーパス持ちのポストプレイヤーってすごく貴重なので、ここはかなり高評価なのかなと思っております。なので僕ね、今週チェレフチェンコのトップでいつもクライファート使ってるんですけど、今週はアルル試してみようかなと思ってますね。であとですね、スピード88なんかも他ポストプレイヤーとの大きな差別化要素なので、欠点なくしっかり特徴もあることを考えるとかなり魅力的なんじゃないかなと思っております。まあ、気になるのはドリブル79と逆足系がちょっと気になりますので、そこは試合で確かめてみようかなと思ってますね。でポストプレイヤーで比較するとこんな感じで、決定力はですね、実はトップなのと、やっぱりスピードも相当いいですよね。全体的なバランスもいいですし、ここにですね、ワンパスルパ持ちの希少性考えたら、ポストプレイヤーの中でも最高クラスの能力値だと思いますね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、同じくエプラ評価トリンコン選手ですね。はい、バルセロナからトリンコン、メッシじゃなくてトリンコン来てくれたのがめちゃめちゃ嬉しいなって感じなんですけど、はい、ベース34強化に決定力やボールキープが大幅評価と、全体ががっちり強化されてますよね。95超える数値はないんですけど、オフェンスセンスも85乗りましたし、ドリブル、パス、スピード、シュート、全てが90前後と安定感抜群ですよね。そこにですね、フィジコン80乗ったっていうのもかなりいいんじゃないかなと思っております。で極めつけはスキル構成で、ダブルタッチ、ミドル、ライジング、魔法陣完成しちゃってますし、そこにスルパ根幹もありますので、スキルはめちゃくちゃ優秀。ここに、まあ、ワンパとかスパサブとかこの辺りつけられるともっといいんじゃないかなと思っております。まあ懸念点で言うと、考案後なのとライブアップデートはそこまで良くならなそうなので、ここはちょっと気になりますかね。はい、で起用で言うとプレスター生かしたウィング起用も余裕で余りそうなんですけど、個人的にはですね、無印の CF や SD、 ここ試していただきたいんですよね。まあ、フィジカルがどれだけ気になるか次第ですけど、かなり無印 CF はハマりそうな数値してますので、ぜひ試していただきたいなと思っております。ということで次行きましょう。はい、次はですね、エプラ評価メレット選手ですね。これはシンプルに大当たりゴールキーパーですね。メレットだけに起用するメリットしかないんじゃないかなと思っております。ゴールキーパー系はですね、大幅に強化されて3つカンストで、その他2つも98なので、ほぼゴールキーパー系カンストなんですよね。でそこにですね、身長190のコンアン7なので、ぶっちゃけ不安要素ほとんどないんじゃないかなと思っております。まあ強いて言えば低弾のパントキックありませんので、はい、ここはですね、欲しい方スキル追加必要なのかなと思っております。ただね、ゴールキーパーとしては非常に珍しく3つのスキル追加なんかもありますので、まあゴールキーパー枠なんですけど、正直相当当たりなんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。はい、A プラ評価最後はですね、トニクロス選手ですね。今週エンデディに注目が集まりがちなんですけど、クロスも相当当たりだと思ってますね。まず強化度めちゃめちゃいいですね。元の総合値が今週の選手の中だと群を抜いて高いんですけど、それを感じさせない強化度なのがめちゃめちゃいいですよね。はい、ボルコン99カンストにパスケが江口洋介ということで、ほぼ両方カンストだし、スキルもですね、ワンパから始まり低弾道までパスケスキルの宝石箱ですよね。でそれだけじゃなくて、得点能力もですね、スキルのシュート系含めて非常に高いので、攻撃の選択肢が豊富な選手ですよね。まあ、若干スピード面の不安はあるんですけど、フィジコンもですね、85の大台突破しましたし、シンプルにめっちゃ優秀なのかなと思っております。でこれでコンアン8っていうのもえぐいんですけど、衝撃的だったのがですね、このライブアップデートなんですよね。まあベルフハウスもすごいんですけど、トニクロースなんと B 以上 55% で D 以下0っていうね。まあここも踏まえると、今週エンディティと並んで大当たり説あるんじゃないかなと思っております。で起用で言うとどうだろうな、みんなの意見もぜひ欲しいですけど、無印の OMF なんかかなりありだと思ってるんですけどね。はい、ミドルもあるしチャンスメイクもできるので、そのあたりで一度使っていただきたいですかね。はい、で以前のトニクロースと比較すると、前回がですね2ヶ月前の習慣なんですけど、バッチリ強くなってますね。オフェンスセンスやスタミナの強化もありますので、乗り換え安定でいいんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。はい、最後はですね、S 評価ぶっ壊れ選手、エンディディ選手ですね。はい、今週圧倒的大当たり枠はこの選手なのかなと思っております。まあディフェンス面とスピードがトップ強化と、強化されるポイントもエロすぎますよね。鬼のディフェンス能力に99カンストのスタミナ、フィジカルやジャンプも高く、そこにスピードまで持ち合わせるということで、あれこれ強すぎないですか。現環境最強アンカー説まであるんじゃないかなと思っております。でしか
今日もですね、スキル面もシュート系パス系守備系と非常にバランスよく抜け目ないスキル構成なので、はい、かなり当たりなんじゃないかなと思っております。なのでせっかくなので今回はですね、アンカーの他の優秀な選手とがっつり比較していきたいなと思います。でまずはカゼミロなんですけど、パスやフィジカル面はですね、さすがにカゼミロなんですが、大事なディフェンス能力がカゼミロと同等クラスっていうのは相当やばいですし、そこにスピードの差がかなりでかいのと、ワンパスルパの差別化もありますので、そう考えるとめちゃめちゃ魅力的ですよね。はい、で次にですね、マルキーニョスとの比較で、まあね、最初に言いたいのはマルキーニョス S 評価でも良かったかなって今更ながら思ってます。そこはあるんですが、パス系フィジカルはマルキーニョスで、やっぱ瞬発も高いマルキーニョスっていうのはスピード面相当レベル高いですよね。まあ、ただディフェンス能力とですね、特にスタミナ、これ10に違いますので、中盤ってこと考えるとここの違い相当でかいんじゃないかなと思っております。あとはですね、ワンパスルパの違いですかね。ここマルキーニョス持ってませんので、ここも考慮すると、まあマルキーニョスも強いですけど、エンディディ相当やばいんじゃないかなと思っております。で次はカマビンガですね。はい、これはですね、もう攻撃のカマビンガ、守備のエンディディって感じで、共にワンパスルパ持ちで、守備面スタミナフィジカルでエンディディが圧倒しているという形ですね。まあその代わりですね、足元やパス系は負けてますので、まあここは本当一長一短って感じなのかなと思っております。カマビンガ S 評価にしたので、まあ正直同等クラスに魅力的だと思ってますね。はい、で最後にですね、アイコニックジューベルトシューバとの比較なんですけど、いやーこれ見てエンディディやべえなって思いましたね。補正あり状態でもディフェンス能力やスピードに優位性ありますので、ぶっちゃけ今週みたいにジューベルトシューバ B でエンディディ A だったら、全然補正ありよりも優先される可能性あると思いますね。で補正なしであればシンプルにエンディディの方が能力高いので、こう見てもアイコニック選手と遜色ない数値なので、まあ納得の S 評価でいいんじゃないかなと思っております。まあジューベルトシューバこれで B 固定っていうのも相当やばいですけどね。はい、ということで今回週刊 FP 以上で終わっていきたいなと思っております。いや最後の比較に相当時間かけたんですけど、まあこれ結構エンディディ引くか迷ってる方も多いと思いますので、少し厚めに比較させていただきました。ということで、いいな、参考になったなと思ったら、ぜひ高評価チャンネル登録で応援してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。バイバイ。本日も動画見ていただきありがとうございました。本日の最初のクイズはこちらになります。ぜひ予想していただいて、この後のエンディングに向けて放送で確認してみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。